C は地球から白鳥座の方向に約1500光年離れた距離にある恒星ケプラー36の周りを公転する太陽系外惑星である。別名濃い -277C。ケプラー 36C は質量が地球の8.08倍、半径が地球の3.679倍もある。表面の重力は地球のほぼ6割である。この数値から ケプラー 36C は、海洋性サイズのガス惑星であるとされている。平均密度は 0.89g マイリッポセンチメートルであり、天王星より低密度で、土星よりは高密度である。ケプラー 36C の表面の素性は、水素やヘリウムからなり、氷は含まれていないということを除けば、天の星や海洋星と酷似しているとされている。メタンが存在していれば、 見た目の色は、海洋星と同じく青色になるとされている。ケプラー 36C の軌道長半径は、ケプラー36から1919 19万,万キロメートルと、太陽と水星の軌道長半径の32.5%しかなく、したがって、表面温度は、摂取655度と極めて高温である。ケプラー 36C は、 この極めて恒星に近い軌道を16日と5時間で、好転している。離心率は0.033未満と、極めて深淵に近い。軌道傾斜角はほぼ90度で、後述する、ケプラー36ビットとの軌道の傾きの差は2.5度以下である。ケプラー 36C は、ケプラー36の手前を通過するのに7.443時間かかる。 ケプラー 36C の通過によるケプラー36の死等級の減少は0.02076%である。これは口実するケプラー36ビットの2.477倍である。ケプラー36系にはケプラー 36C と同時に発見されたケプラー36ビットという惑星がある。ケプラー十六ビットは質量が地球の4.45倍、半径が 地球の1.486倍であり、その数値からおそらく地球のような岩石惑星である。また、ケプラー 36C と同様、軌道長半径が1725万キロメートルと、やはりケプラー36から極めて近いため、表面温度は摂取705度にもなる。ケプラー36ビットは約13.9日、ケプラー 36C は 約16.2日で好転しているため、6、7の軌道周期を持っている。これは約97日に1回の割合で合わせが起こることを示しており、合わせの時に外惑星であるケプラー 36C から見れば内惑星であるケプラー36ビットが内号を起こしていることになる。両者の軌道長半径はたった194万キロメートルしか差がないため、 合わせの時には地球と月の軌道の5倍しか離れていないことになる。両者の位置関係は常に変化するため、ケプラー 36C には強烈な超積力が加わることになるが、ケプラー 36C はガス惑星のため外見に大きな変化はないとされている。ただ、超積力によって生じた熱によって大気が循環し、活発に活動しているかもしれない。 ケプラー36シートケヘプラー36ビットの密度差は8.35倍とこれまで蘇生が違う天体が接近した軌道を持つ惑星系はケプラー36系が最小である。これは太陽系のような岩石惑星とガス惑星の関係とは相当異なる。太陽系のどの岩石惑星とガス惑星のペアと比べてもこの20倍も密な軌道である。 このような軌道の接近のメカニズムはまだ不明である。これほど接近していれば、軌道の変化による惑星同士の衝突もあり得るが、数値積分では、サンプルの91%以上は、間近700万年間では衝突しないと出ている。また、100の数値をランダムに描写した場合でも、1億4000万年間は、破壊的な出会いを経験しないという結果が出ている。 a b c d e f g h i 惑星間の距離が最も近い惑星系を発見。アストロアーツ。ハット a b c d e f g h i テーブルオブコンファームドプラネッツナサケプラハット abcdefghij ケル MNOPQRSUVWXYZAAABAC t アド a a, a, a a f a g i a j k ケプラーマイナス三十六。 ーー A pair of planets with neighboring orbits and dissimilar densities archive hat ABC alien world rooms large in its neighbor worlds sky k e p ケプラーナ s ありがとうございます